はい。手のひら、ゆがと。もみぬき、ひかりでございます。皆様どうも、容器立ってるよ。容器立ってるけどどうしたんあれ何これなんか妖怪、妖怪の気配が。はい。ごめん、またすいません。ごめんなさい。はい。というわけで皆様どうも、ごきげんう 今何の時間やったんやろうね手のひら、部屋直し時間でした。ごめんなさいね。はい、そんなこんなで、本日は今年のテーマである初心に帰れよということで、フリートークでございますよよい、というわけで、第1回の時に着てたね、洋服を。そうなのよ。これ着てたのよね。私は今ちょっと上にピンクのカーディガン着ちゃってますけど、はい、下のこれはね。これは そう、第一回目に。第一回目に来てたやつですね。そっから初心に帰るということで。そうよまあ、まあ、それはさておき。はい,はい、はい。あの、一つね、皆様にお知らせとして。あ,あ,あの、そう,そ,うそう、前回ね、三、うん、周年の YouTube ライブの時に、皆様にお知らせはさせていただいたんですけれども。あの。 この3周年を機に私たちサブチャンネルを始めまして、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その名も、優雅に光るのべしゃりベアでございます。はい。こちらはね、あの、宝塚とか全く関係なく、私たちが何かご飯を食べながら、1時間ぐらい、ベラベラと、だらだらと、ただただ、あの、喋るというね、そうですね。あの、部屋になっております。はい。あの、 まいつもね毎年やってたんですけどねそういうことはねタコパとかタコパとかそれをあのサブちゃんとしてやってはどうかなということになりましてまあ私たちの経験談だったり普段考えていることとかね語り合ったり語り合ったりまあ読む語り合ってるのでまあそれを皆さんとシェアできたらなっていう感じの軽いやつですそうですございますはいなのであの皆さんもね一緒にご飯食べながらとかお酒飲みながらとか ねな、なんか、なんかラジオ感覚でとかね、聞いてもらったりできたら嬉しいですよね。嬉、うん、しいですね。なので、あの、うん、こちらの、えー、優雅に光るのベシャリ部屋も、うん、あの、今後とも、このメインチャンネルともどもよろしく、はい、お願いいたします。ますこちらに貼っときますね。はい、概要欄に貼っときます。うん、はい。 でですね、その3周年の記念ライブの時に、はい、あの、視聴者さんのね、コメントで、うん、あの、今までの動画を振り返ってみてはどうですかみたいなコメントをいただきまして、ありがたいですね。うん、で一番あの好きなやつ何ですかみたいなね。そうそう,そうそうそう。聞いてくださった方がいらっしゃったので。そうなんですよ、ね。じゃあちょっと、そうだね、振り返ってみるか、うんまあ。ライブの時も結構パパッとは言ったんですけど、あ、うん、改めて振り返ってみようかということになりました。はい。そうね。何好き で、私たちも今二百八十、二百九十本近く。そう、出してるんですよね。うん、そう、もうありすぎてさ、せやな、なんかよう振り返ってみたら、こんなしょうもないのよう出してたのみたいなのもね。<laughs> あるよね。何これ、<laughs> みたいな。いや、手のひらさん、何か好きなやつある。うん、そう。あのー、まあ、ライブの時はね、うん、あのー、天海祐さん、天海祐希さんの。<laughs> 天海祐希さんのね、絵、うんえー、が好きやと言ってたんですけど。うん やっぱもみの木さんが盛り上がってるのが一番私は横にいてて面白いし編集しててめっちゃ面白いですよ面白い時の編集って進むよね。めっちゃ進進むんんで本当だからやっぱりもみの木さんの私は鈴風真屋さんシリーズが好きっていうのをこの前ね。カフェカルナバルシリーズとかですかね「銀の狼とか。 と面白いんよ。カルナバルシリーズなん、面白かったね。めっちゃ面白い。<laughs> 自分で言うのもなんやけど。面白い面白い。うん、私面白くしようなんて1ミリも思ってないんですよね。そのね、何が、内容が面白いとかじゃなくて、うん、もみのきさんの語りが面白いんですよね。<laughs> そのどこ見てんのみたいな。スーパーマさんの、そことかさ、<laughs> その脇の方の、ハレ里さんの、<laughs> 物語とか、<laughs> あれが本当面白くて、<laughs> 千里様がいるからこそのこのジュリオのこの関係性みたいなね <laughs>。この人がどれだけいい仕事をしてくれてるのかっていうのを語った回とかがあるんですよ。<laughs> その着眼点がすごい面白いしっていうので、うん、やっぱり鈴風真世さんシリーズ。うそれねあの お酒の瓶の持ち方とかさ面白いね面白いが好きっていうのがねありがとう一番ねそういうシリーズが好きかなっていうありがとう嬉ええやっぱしもうんやかんや言うてもやっぱあの「もみちゃんが音楽学校の教師講師になるっていうねっていう妄想妄想ですから妄想ですからただの妄想を2人でゲラゲラ 喋っただけのうかいまあでもさ結局さだから私たちでささ、うん、自分たちがやってることで自分たち <laughs> 自ら笑ってるからさ、ね、もうさもう見てるらっしゃる方にしたらさ何が面白いねみたいななんでそこ笑うねみたいな、ね、ちょっとツボの違う方とかもちろんいらっしゃると思うんですけどんか申し訳ないね自分たちで喋って自分たちでゲラゲラ笑うっていう。<laughs> それをよさと捉えていただけると嬉しいけどね、うん、ほんまに笑えるわあれ面白い面白かったね面白かったです基本的に私あと綾香様の回とか個人的には好きですねお兄様の目覚まし時計が欲しいとか言ってるわけでもからん回ですよ綾 <laughs> 香様にお兄様手を着き込んでほしいっていう目覚まし時計あったよね <laughs> あったあったやっぱ綾香様はねもう私の方も生涯の女神様なので<う> <laughs> であと皆さんもおっしゃってたけど風早優さんのあー風早優さんの会ね会もめっちゃ面白かったあれこそ神会やね神以上やねねえそうちなみに私たちの290本の中のトップやねあの再生回数が一番多いのが風早優さんの会なんですよ会ですねめっちゃ面白かったもほんまにあれは伝説やねもう神会というか伝説伝説よね 本当ね、面白い。まあ、そうやって、あのおじい様をね、招いたっていうのも初めてでした。しそうなんですよね。後にも先にもね。笠う優すね。様だけなので。うん、うん、うん。であの、内容でしょそらわらけるわ。面白いわ。面白かったね。本当楽しい。ね、お人柄もすごくね。いい方でね。うん、本当。ね、他にも、まあ、いろいろ。あるけど、まあ、そんなもんかな。 そんなもんなななもわけないねんけどねねえねえけどねんあのそんなこんなで私たちのね昔の動画とか見返してたら、うん、あの初期の頃1年間ぐらいって私たちサムネイルっていうものをね作ってなかったんですよね知らなかった知らなかったんですよ,ですよそのサムネイルが何かっていう,ていうのを、ね、その力とかねサムネイルがどれだけ皆様の気を引くために必要なものかっていうことを知らなかったんですよ、うんうん、全く知らなかった 一年間くら,ら,、ね、らい知らなかった。一年間くらい知らなかった。知らなかった。なので、なんか、うん、あの、編集するときにね、うん、サムネイルこれどうですかみたいな動画の中の画像が3枚くらいポンポンポンって出てくるんですよ。で、その中で一番これえんちゃんだけど、ポンって押してて、で、見返してたら結構ひどかったよね。<laughs> いやそれはね、ちょっとね、皆さん、もう見てみてください <laughs> ちょ。結構ひどいのあるよね。ある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 。 だって今でこそ題名であったりとかなんかねこうハイカラさんが通る、うん、しょうがなんとかみたいなのとか書いてますけどそんな1ミリもなくて <laughs> 見えるあそういういだよね <laughs> 見える <laughs> こんな感じでねあのねかるだってこれひどくないですかこれ「もっとワンナイトミラージュ」「<laughs> サムネバンデ!」でバンで。<laughs> <laughs> バンデっていな,なんか二人が爆笑してるだけの、このな、なんかようわからん、この、えっとね、この場面で泣きました、エールの残首を、四季児の落裂、白夜伝説、星や人よっていうね、こういう回が、えー、36回にあるんですけど、このサムネなんて。おうおう何になってるどういうことやねん。笑い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 ,笑い。<笑><笑>以上。もう、すごいよね。すごい、ひどいね。これ、ルパーゾンなんて、ね、ポー。 ほう、ああ、てですかね。これサムネイルですからね。もみちゃんがこうね、言うときはね、これ。こう、観音様とかね。<laughs> 何の話してるねんですよね。これね。ねえ、アンドラーデさん、テッカテカ。<laughs> すごいよね。すごいよね。ようやってたね、これ。よう見てくれたね、みんな、ねいん。いや、本当。いや、ワンナイトミラージュひどいな。 あのもっとワンナイトミラージュの2番なんててん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 って私が何かやってて手のひらが笑いって <laughs> <laughs> すごいなすごいねうんこれはすごいわ九死に一生を得たポンってさじたりですねほらなんか t c s ル9 5の2なんて手のひらがフはハ,ハハハハって笑ってるだけですよ <laughs> すごないですすかやばいいなこれすごいよこんなサムネイル出してたら目足りひんだけどねすごいねこれがねめっちゃ笑えて、ね、笑えてあまりにもね,ねひどいサムネイルすぎて、まあ、これでみんなよう見ようと思ってくれたよね思ってくれたよね本当ありがとうございます。 いやもしよかったら、あの、うん、YouTube のね、あの動画のところを押してもらったら、バーって私たちの動画が出るので、うん、それの昔のやつのサムネイルずっと見ていってもらったら、<う>私たちのひどさがよくわかると思います。<laughs> <laughs> こいつら、本当何も知らんと始めとんなっていう。そうですよね。うん。ほんますごいわ。ある、中毒性ある。<laughs> <laughs> <laughs> 何そうそう、これにね、ただのハートしか、ハートマークしかないサムネイルとかありますからね。あるある。ファッションブルーの2。2ね。 うん、前はさ長かったらさ2個に分けてたよね分けてた分けてた大体10分以内でねいい動画が収まるように作ってたので,で今までまでね一番長いの3部作したやつがあるんですよ覚えてる ?3 部作3本に分けたやつ分かる三本 <laughs> も好きすぎてさ3本に分けたみたいな、ね、話が膨大になりすぎてすごいなごいいやでもあれは語り尽くせますもんね,ねー いいやひどわこれ皆さんのさどんな動画にさハマってくれはったかとも聞きたいよね。ブの時も皆さん言ってくれはってさうんこれ好きですっていっぱい皆さん言ってくださったんですけどこれ見て笑ってここからハマりましたみたいなね結構あのランジュトムさんのあの F が強いバージョンが好きとかさあれコンガのねコンガのねモノマネしようとしたんですよランジュさん。 フォってやつをねそう <laughs> F 打つと強めのその「フォ <laughs> ー!」みたいな <laughs> あの掛け声がめっちゃいいってお伝えしようと思ったら全然違うのになってもうてなもうそれで二人で笑って終わるっていうよねそれを皆さん受けてく,れ <laughs> くださったっていうのもあるよね意外と,意外,と意外やったあれうん面白かったね,かったねだから皆さんももしね これ面白かったわと、うんうん、いうのがあったら、もうぜひコメントで教えてほしい。あのまた、励みになりますので。ねうん、これで、はまってくれはったんかみたいなね。ね嬉しいよね。ぜひ聞かせてください。うん、はい。よろしいですか。よろしいでございます。<笑><笑>それでは、手のひらゆう夕方、もみの木。ひかるでございました。はい、<laughs> どうも。またね。バイバーイ。